up YouTube。 どうも、もじゃです。今日はね、大阪の家の近くのね、自販機に来たんですけど、10円のね、自販機があって、今からやっていこうと思ったんですけど、今日ね、10円の自販機が全部売り切れとる。30円があるので、50円と30円のある自販機で何が出るかわからないです。はい、30円のジュース。さあ、お、うわ、当たりじゃん。はい、見てください、見せてください。これ30円で桃のジュース、すごい。これすごくない？今までで一番今までもね、何回か来てるんですけどね、今までで一番いいかも。まず1本目、じゃあ次行こう。うわ、なんか音違うぞ、カンカンの。お、当たりじゃん、塩コーラ。お、すごい、コーラじゃん。コーラの、普通のコーラ？うん、コーラ。ニューイヤーって書いてあるコーラ。これ30円。19円。これは大当たりじゃない？わからんけど。わかんないけど。じゃあ次行きましょう。キュウリコーラ。小銭があって100円。笑いが止まらんよね。次どこ打つ？よし。うわ、見たことあるかも。ああ、さっきと一緒のやつね。うわ、吸い込まれた。待って、たまにあるよね。50円吸い込まれたんやけど。調子いいなと思ったら、たまにこういうのがあります。そう、これね、前もあったんやけど、吸い込まれたね。うわ、吸い込まれた。安いから文句は言えないよね。いや、でももう50円吸い込まれたけど。辛いね。そう、お金ないのよ。ニートだから。じゃあ最後に1本だけ50円の買ってみます。はい、これ贅沢だ、どうしようね。50円、何が出るかな。めっちゃ重いよ。おっ、これはお父の好きだ。おい、見せてください。見せて見せて見せて。うわ、スコール、スコール、すごい大当たりだ。まあ、50円飲まれたけどな。で、結果100円と220円で、こんだけ50円飲まれたからな。うん、うん、そうね、でもいいんじゃない。はい、じゃあ、はい、というわけで今日は10円自販機に来てみました。まあ、30円と50円しかしてないけどね。今度またね、10円のある時も。ちょっと待って、吸い込みなかった。そう、ここ気をつけてください。ここの2つは危険です。うん、吸い込まれたので。今日当たりじゃん。美味しそうなジュースが当たりました。はい、じゃあ行こう。バイバイ。バイバイ。